ちまきが生まれる、また合格不合格というものが入ってくる。私どもは数字を求めて、いつの間にかその数字に踊らされて縛られて生きているように思えておられてございます。この浄土真宗のご本尊阿弥陀如来様は、私どもに決して数字をつけない仏様でございます。私ども一人一人に序列をつけることなく、あなたのために、皆様それぞれ一人一人のために願いというものが起こされました。そして私どもを評価することなく、共に歩んでくださる仏様、評価をされませんので、その腕の中に私どもは居場所をいただきながら、この人生を歩ませていただくことができるのではないだろうか、そう思わされてなりません。本日はその阿弥陀様の願いがいっぱいに詰まってくださっているお言葉一つ一つを、皆様と共にこの天狗の法要を通して味わわせていただきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。それではご一緒にお念仏申しましょう。合掌。